ちどっちそっち ADS。 名張市物産振興会の名張お宝発見。このコーナーではイオン名張店1階にある名張物産市場に商品を出している生産者の方や名張市物産振興会に加盟されている皆様をスタジオにお招きし、さまざまなお話をお伺いしていきます。今回は合同会社第一の橋本博則さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本さんは普段どんなことをされてるんですか？私ですか？この合同会社第一っていう、会社の名前はその大きいんですけれども、はい、手作り味噌を一つ作っておりまして、で、これを名張物産市場の方に出品しているのと、はい、でもう一つありますのが古代米、はい、これは赤米とか黒米ご存知かと思うんですけれども、お聞きになったことあると思うんですが、それをミックスしたものなんですけれどもね、はい、普段お米を炊くときに少し入れていただきますと、ほんのりと赤飯のような色になりまして、それも好評いただいております。すごい、はい、林さんの方からテレビでもラジオでもご紹介いただいていたんですけれども、実は今目の前に商品をね持ってきていただきました。これすごい、国津味噌天然醸造無添加の種類もねたくさんありますよね。商品の名前は国津味噌ということで、いわゆる手作り味噌ですね、これなんですけれども、特徴は普通の白大豆はよくご存知だと思うんですが、これに加えて黒大豆とですね今、そして青大豆のお味噌、お味噌も全国いろいろあるんですけれども、米味噌、米麹と大豆で作ったお味噌ですね、これを出品させていただいております。なるほど。この国津味噌についても詳しく教えていただきたいなと思うんですけれども、ふるさと納税の返礼品、名張物産市場イオン名張店1階のお店でも非常に人気のある商品ということで、これは自然に作られているもの、ね、そうですね、特徴としましては、一つは地場産の材料、はい、大豆はもちろんですけど、お米もですね、そして米麹も地元のお店で作られた米麹ですので、全部地場産で作っているということが一つ特徴ですね、はい、でもう一つは無添加といいまして、普通お味噌を商品のパックに入れるときには熱処理とかですね、それから酒の精と書いて酒精はアルコールなんですけどね、これで発酵を止めまして、それで、商品にしているっていう場合が多いんですけれども、この国津味噌の場合は生味噌っていうことですので、熟成が続いていくっていう、そういう特徴です。これが無添加ということなんです。そうですね、で材料大豆と米麹と塩とだけというふうなシンプルでございますので、何も味をつけたりとかですね、そんなことはしていない。それからもう一つは、名張、ここ今このスタジオは標高で言いますと200メートルぐらいかなと思うんですが、ここからまだ200メートルぐらい標高が上がったところ高いところの谷合いで、ちょうどね来週ぐらいに仕込むんですけれども、毎年寒い時期に、そしておおよそ2年間温度もかけずに自然に熟成すると、天然熟成とも醸造とも言いますけれど、そしてお店に並ぶということですから、大豆を作る植え付ける時からいきますと3年がかりということですね。そういう手間かけましてね、
製品、まあ、お味噌を作っているというのが一つ大きな特、あの二つの特徴かなと思います。はい、もう全部合わせたらもう3年ですか。そうですね、3年ぐらいかかってきます。じゃあ、はい、もうこの時期に今、まあ、今年作られたものもまたもうちょっと先にと。そうですね、3年後ですからね。ですので、あの今あの販売し、あのご紹介いただいたように名張物産市場の方で、うん、あの出品させていただいておりますけれど、これはだから3年前に代々できたものってことですよね。すごい、はい、それから米麹のお米なんですけれども、はい、これはあの普通ですね、大きい大量に、まあ、あの量販といいますか安くですね、あの作るという大きなメーカーですと、はい、あの普段私たちが食べるお米、うん、食用米ではなくて、まあ、選別外であったりとか加工米に選出ぐらいだった、まあ、安価のお米を使って米麹を作るんですけれど、この奥日味噌の場合はあの食べる、まあ、主食用のお米をですね、うん、1年間寝かしまして。あ、1年寝かすんですか。あの特にコシヒカリはちょっと粘りが強いので、あの美味しいんですけれど、はい、あのわざと1年寝かしまして、はい、それに麹の種菌をつけて米麹を作ってますので、そうするとお米で米麹からいきますと4年がかりってことですかね。わさらに、はい、ね、時間をかけて、それで、まあ、あの作ったあのこのお味噌ですので、まあ、ある人はこんな贅沢なと言いますか ね、 すね、あの原材料にこだわったのはまあないなと、こういうふうにあのおっしゃっていただいて、あのお求めいただく方はには喜んでいただいておりますが、何しろあのPR があまり上手じゃないもんで、あの知られてない、あのご存知ない方もいらっしゃると思うんですけれども、もうぜひね、これそういったことで、名張物産市場にあの大体常時置いてます。ただ生産量はあの決まっておりますので、はい、急に増産できませんので、あそうですよね、2年かかってますからね、はい、ですからあの売り切れないようにあのいろいろ考えながらお店に出品して、はい、今は大体常時置かせていただいているようになっております。はい、あのご紹介いただいたこの3種類のお味噌ってそれぞれに何かあの栄養素も違うんですか。そう、特にあの黒大豆とか青大豆、これはあの黒い色はブルーベリーなんかと同じ色ですけれど、アントシアニンの色ですから、うん、まあ、あの体にいいというふうなことを言われますし、青大豆、これは山形県で有名なんですけど、あの秘伝豆っていうのをですね、私作って、はい、特別にあの用いております。イソフラボン、あのボンとか大豆オリゴ糖なども多いというようなことで聞かせていただいております。あ、まあお味噌をそう大量に食べるわけではないですけれども一部に、まあ、いろんなお味噌汁であったりいろんな料理に使っていただいて、はい、あの少しずつ毎日取っていただくというのは、まあ、いいのかなと思ったりします。はい、すごい。こちらホームページで料理レシピも掲載されてるんですね。あの今コロナでちょっと行ってないんですけど、東京の方にあの青山なんかのファーマーズマーケットですね、マルシェと言われるんですかね、そこに出品をさせていただいてたんですけれど、はい、あのそこで家庭料理研究家の方が国津味噌用のレシピをいくつもあの作っていただきまして、であのホームページでも紹介しておりますので、ぜひですね、国津味噌とかあの国津味噌レシピで検索いただきますと、はい、あの出てきますのでですね、あのいろんな料理にも使っていただければなというふうに思っております。はい、さあそしてちょっともう時間がね、あともう30秒ぐらいしかないんですけど、あそうですか、でもう一点あの古代米の紹介をちょっとさせていただきますと、はい、同じく名張物産市場にあの出品させていただいておりますが、食彩米、食それから彩るお米と書いて食彩米と言います。あのこれもですね、名張 100% 名張産の、 あの標高350から400ぐらいの棚田で栽培したあのお米でございますので、はい、今回今出しておりますのはそれに加えて命の位置という大粒のですね、これは非常に高級なお米なんですけど、それも混ぜたお米、毎日あの
召し上がっていただく、あ、炊飯していただくときにね、一、うん、合にスポン1、2杯入れていただきますと、こんな色がつきまして、あのこれまた毎日取っていただける、体調にもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひあの持っていただければと思います。はい、はい、いや今日国津味噌とそして古代米ブレンドについて、ね、食材米とこちらもお話しいただきました。もう橋本さんというと本当に他にもいろんなことを、ね、されてますよね。お米アドバイザーさんでもあり、お米を実際に作っていらっしゃる農家さんでもあり、はい、そしてちょっとお名刺見せていただきますと、天正乱れ大根もされてると。まあ、そうですね皆さんと一緒にあのメンバーと一緒に、時々あの、何かの際にお出会いする機会もあるかなと思いますけれども、はい、はい、ちょっと皆さんもぜひ、こちら名張物産市場でね商品の方を販売されておりますので、はい、ぜひお店にも足を運んでいただいて、そう、ね、いろいろあの野菜やあのお米はもちろんですけれども、加工品とかお菓子とかですね、いろいろ市場の方では置かせていただいて、皆さん出品していただいてます、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。はい、ということで今日は合同会社第一の橋本博則さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。以上、名張市物産振興会の名張お宝発見のコーナーでした。あっちどっちそっち ABS